こういうフラットなところからちょっと砂利の多いところまであるので、なんとなく走ってみようと思います。モードはスポーツモード、トラクションコントロールはオフにして、リアの ABS も切ってあります。フロントは ABS 入ったままです。から数歩にわたってホンダのアドベンチャーモデルのフラッグシップモデル CRF1000L アフリカツインアドベンチャースポーツの試乗レビューをお送りしたいと思います。それではちょっとノブさんを呼び出してみたいと思います。ノブさん聞こえるでしょうか？はい、こちら現場のノブさんです。そういうのいらないです。はい、いらないですか？はい、でいつも通り高速道路を走り始めたわけですけれども、ノブさんはアフリカツインのアドベンチャースポーツ乗るのは今回初めてですか？このアドベンチャースポーツは初めてです。あ、そうですか。で、確かノブさんは以前にスタンダードモデルにかなり長い期間乗っていたというようなことを聞いたことがあるんですが、スタンダードモデルと比べてアドベンチャースポーツ印象はどうでしょうか？そうですね、タンクはやっぱりすごいグラマラスな感じがしますね、ただ膝の2グリップの感じとかは全然変わらないので。今走行モードは何を選択してますか？今走行モードはツアーモードですね。ツアーモード、はい、パワーが1で、はい、エンジンブレーキが2で、はい、トラクションコントロールが6っていう数値になってます。あ、そうですか。じゃあ、少しですね、私の車と距離離れても構わないので、はい、右手を開け閉めして少しエンジンの感触を確かめてもらってもいいでしょうか？はい、わかりました。ちょっとやってみます、はい、どうでしょうか。スタンダードモデルにノブさんかなり長い間乗ってたはずなので、違いがあればわかるんじゃないかと思いますけども。すごく違いがあるかって言われると、まあ、そんなには感じないですけど、やっぱこの開けた瞬間の出だしのところはちょっと振動もあるし、まあ、鼓動感は増えていて、はい、ゴルフ感は増えてるかなっていう感じはしますね。あ、そうですか。じゃあノブさんとしては、はい、エンジンの印象はそれほど大きくは変わっていないということでいいでしょうか？それほど大きくは変わってないと思います。あ、わかりました。ウィンドプロテクションはどうですか？あ、ウィンドプロテクションはね、もうね、最高です。ほぼほぼ前から来る風は感じないですね。あ、そうですか。試しに立ってみるとやっぱりものすごい寒いですけど、はい、座るともう全然怖いですね。横方向のウィンドプロテクションはどうですか？肩口には風は当たる感じですか？肩口はね、若干当たりますけど、はい、でもどうだろう、僕ぐらいの身長だともうほとんど無風状態というか。ほとんど無風。はい。じゃあウィンドプロテクション効果は相当優秀ということでいいですね？いや、相当優秀。ただやっぱりそのスクリーンが高いので、はい、
視界にはある程度入ってくるのはまあしょうがないですね。あ、グリップヒーターも結構効いてますよ。あ、そうですか。個人的にはちょっと効きがね、はい、弱いかなっていう印象もあったんですけど、今のところ問題ないという感じです。まあ、あのマックスにすれば結構効いてますね。あ、そうですか。基本的な乗り心地はどうでしょうか。こういう橋の継ぎ目ですね、はい、こういったところなんかはサスペンションものすごいこうふわっとした感じで、あのすごく乗り心地はいいですね。しなやかというか、もうなんかこう本当に大船に乗った感じっていうんですかね、何も起きないというかね、うん、もう絶大なる安心感ありますよね。あ、なるほど。まあ今のところ全くお尻が痛くなる様子もないし、うん、タイヤのノイズなんかも全く聞こえないので、はい、まあ、サスペンションが柔らかいのもあると思うんですけど、はい、まあ、すごく乗り心地はいいです。はい、今 2,3 回車線変更してもらいましたけれども、感触はどうでしょうか。直進安定性も非常に高いので、はい、あの全く不安感はないですね。今ちょうど車線変更したところでですね、はい、路面にギャップがあって、はい、ハンドル若干振られたんですけど、はい、まあそれも全くこう恐怖心みたいなものはなく、はい、あの車体が出してくれる感じがするので、はい、まあ、全然その辺も余裕たっぷりという感じですね。あ、そうですか。ユーザーモードってやつに変えてみました。はい、でユーザーモードはパワーが1でエンジンブレーキが1でトラクションコントロールも1っていう感じなんですけど、はい、変えた瞬間はそんなに印象は変わらないですね。あ、そうですか。じゃあちょっと他のモードも試してみてもらっていいでしょうか。はい、今グラベルモードっていうのに入りました。はい、パワーが3でエンジンブレーキが3でトラクションコントロールが6っていう数値なんですけど、はい、やっぱりちょっとまったりする感じかな。あ、グラベルモードはちょっとまったりしてますけど、でもそんなに変わらない感じもするな。逆にマニュアルからドライブモードに入れて、はい、ドライブモードからさらにこう S モードに入れるんですよ。はい、そうするとだいぶエンジンの付きが変わりますよね。ディスコがどんどんやっぱりこう回転上げてから引っ張ってから変わるって感じですね。はい、そうです。だいぶ元気なキャラクターになるんですよね。ああ、なるほど。じゃあ明確なキャラクターの変化を望む人はそっちのドライブモードと S モードの違いを楽しんだ方がいいかもしれないですね。そうですね。でこの S モードとドライブモードの状態でも、任意で人差し指と親指で、シフトチェンジできるので、はい、だから峠道なんかで楽しむときはコースモードに入れて、はい、シフトチェンジを自分でやると、はい、楽しいと思います。あ、なるほど、わかりました。 DCT でやっぱり一番楽なのは、はい、まあ、当たり前なんですけどクラッチ操作がないっていうことですよね。はい、はい、首都圏からの高速道路っていうのは、はい、週末の帰り道って、はい、大体大渋滞するんですよ。あ、そうですね。やっぱ渋滞の中こうゆっくりたらたら走るときっていうのは、はい、このクラッチ操作をしないっていうことはどれだけストレスフリーかっていうことですよね。はい、そうですね。ここは縦溝なんですよね。ここ縦溝ですね。こういう縦溝を乗り越えてるときどうですか。いや、もう全然感じないですね、これは。さすがフロント21ですよ。あと、この制限速度ぐらいで走ってると、はい、あのすごく鼓動感が、あ、ドライブモードだと、はい、やっぱりこう、どんどんこうギアを上げていっちゃうので、はい、そうすると、まあ、割と坂道でも4速5速に入るんで、うん、そうするとこう、どこどこ感がすごくこう出てきますね。うん、今これね、ドライブモードなんで、はい、ちょっとね、S モードに入れてみます。はい、と、だいぶ回転数が上がって、はい、元気な感じになりますね。あ、こう峠道のこう上りなんかは、やっぱ S モードにした方が、うん、スポーティーな感じが、はい、より激しくなって、うん、いいですね。
で、この峠道に入ってからギャップが増えたと思うんですけど、乗り心地はどうですか？まあやっぱりサスペンション長いので、うん、なんかこう乗ってる分にはまあ高速道路もそうでしたけど、大、うん、船に引き続き揺られてる感じで、あ、ゆったりした感じでね、じゃあ全然余裕です。サスペンションが柔らかめなんで、はい、割とフロントブレーキ握るとこうノーズダイブがあるかなと思うんですけど、はい、でもそれもこうすごくソフトにノーズダイブするんで、しっかりした制動とあとサスペンションの踏ん張りが感じられますね。うん、後ろから見ててもそんなにノーズダイブしてるように見えないんですよね。そうですね。若干アンダーステアリング的なところはありますけど、あ、まあ、やっぱりそこはそのあたりは21日らしい感じですよね。そうですね、うん、でもこう大きな車体をこうグワーンと倒していく感じが、うん、なんかこうアドベンチャー乗ってる感じがして、うん、いいですね。迫力があるというかね。そうですね。あと後ろから見てるとギャップ拾った時も車体がすごい安定してるように見えるんですよね。ああ、そうですね。全然あの変な挙動みたいなのは全然ないですね、うん、で G スイッチって押すとクラッチがバツンとつながって強力なクラッチになるので、こういう場所でアクセルを急激に開けた時にリアのタイヤがこう空転するようなそういうアクションモードになるので、遊びたいときはこれでいいです。こういうフラットなところだともうなんか前後のサスペンションがすごく柔らかく動いてるので全く不安感はないですね。ただやっぱりフロント21インチなんでこういう U ターンするようなところは若干大回りになる感じがしますね。ドフラットなダートなのでスタンディングしてバイクのタンクの上にちょっとこうまたがってれば全然問題ないです。非常に快適。スタンディングしてるとねすごく視界が広いのでもう超気持ちいいですね。あとはもう DCT なんで、ギアの、選択ももう DCT 任せでね、こうやってのんびりダートを走るっていうのは本当に気持ちいいもんですよ。サスペンションがすごく細かく小刻みに動いてるなっていうのがよくわかりますね。スタンディングすると上からあのフロントタイヤが見えるんですけど、フロントタイヤの下がコツ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 って動いてるのが、ね、よく見えて、うわすげえさすがだなって感じがします。出力の出方が前の DCT よりなんかちょっとこう優しくなったというか、前のはちょっとこうドンと出る感じがあったんですけど、この DCT は本当にちょっとこうライダーの思うがままに出力が出る感じですね。このアドベンチャースポーツならではのでっかいタンクがドカーンといるんだけど、でもこうやって前を見て走ってる分には全くねその存在感は見えないのでなんてことないですね、うん、ちょっと砂利の多いとこに入ってみようかなと思います。さあ砂利になってきましたね。でこういうとこでね低速で行っても全然ふらつかないです。片手離せるぐらい。でこう砂利のあえてきついところ行っても楽ちん、全然バイクがやってくれてる感じ。まあちょっとラインだけ見れば、あとこういうとこはもう止まらないことっすね。止まると焦ってこう車体が重くなってしまうんで止まらないでアクセルちょっとだけ開けて上半身余裕持っていけば全然。ここで一回 U ターンしようかな。U ターンもねそんなにこう
カクンと切れないので、うわーって、まあちょっと大回りになっちゃうっていうのがやっぱりフロント21インチのあれですけどね。こういうとこ怖いなって思いつつも、ちょっとアクセル開けていけば全然、あとバイクが勝手にやってくれる感じ。まあ多少の左右の体重移動はね必要ですけど、真上からあのステップとステップに荷重かけてフロントタイヤ方面に荷重かけていけばあまりバイクも暴れないし、ちょっと私の狭いところにも入ってみますが、まあゆっくり行けばすごく安定してるので全然怖くないですね。トラクションコントロール入れます。 ABS も入れました。D モードっていう一番あの緩やかなモード、これで走ってみると、走ってみますね。でこれで走ると、例えばアクセルをガバーって開けても全然バイクの後輪がかかないんですよ。これ今僕バーってアクセル開けてるんですけど、全然後輪がかかないんですよ。バイクの方で後輪が滑らないようにトラクションしてくれてるんですね。それがトラクションコントロールのいいところだから、初心者はこういうダートに来て怖いなと思ったら、もうトラクションコントロール信じて、あの普通にこう優しくアクセルを開けてればそれだけでもういいんですね。でこういうところでちょっとギアが低いなと思ったら、人差し指で、左手の人差し指で開けてシフトアップすれば、まあ、あの穏やかなモードになるので、こういうところもアクセルをねちょっとガバッと開けてるんですけど、もうバイクの方で全然アクセルを制御してくれてるんで、あの僕はアクセルをまあちょっとずつ開けながら、バイクの上に立ってればいいだけみたいなね、そういう感じです。だからこれだけ巨体なのに、やっぱこのアドベンチャースポーツの運動性能ってのはすごいですよね。はい、じゃあノブさん、今日は本田さんの CRF1000L、はい、アフリカツインアドベンチャースポーツに、まあ、今日1日かけてたっぷりと乗っていただいたわけですけど、はい、乗りました。どうでしたか。本当ね、